どうも、ボンクのドラムリーダーの新田光です、今回バンクシーの思い入れをまず最初に語りたいと思います。2003年に発表された、花束を投げる男っていう作品から僕多分中学校か高校ぐらいの時にバンクシーに最初に触れて、そこから現代アートのその僕がハマるきっかけの一つになった作品ということで、今回の展示をすごい楽しみにして、感慨深さとともに、展示を見ることができたので、すごい楽しかったです。 Who is Banksy? バンクシーって誰展は東京天王洲寺田倉庫 G1 ビルで12月5日日曜まで開催していますので、ぜひご覧ください。